応援がすでに今声援が湧き上がっていました。ゴングです。試合開始。もう一度お伝えしますと、シオントランクスがチャンピオン王者となりました。屋外での試合です。左を出しました。ね、まあそうですね。やっぱりあの安定いくだろうという予想し、あのしているところもあると思いますね。なるほどね。さあ打ち下ろしました。キャリアも踏まえてのこのチャッチャへの声援、右です。浜さん、立ち上がりの2人の印象は、おー、右、簡単、右、左の右、突然の右でありました、まあ、今のパンチを含めて、浜さん、どうでしょう、ちょっとしか来ないと、左にストレート、まさにこれはそうでしょう、ちょっとあのパワーガードをですね、はい、まあ、今、ちょっと低いんですけど、盛んに上げないことがあるらしいんですね。というチャッチャイ、そうですよね。ただ彼もあの歴史の史ですね。一番下のね、はい、4文字目ですね。拳、ね、はい、はそういったあの自覚ですか。オートみたいな。このラウンドはパッキャオよく出てますね。出ていきます。頭またきました。右振った。インサイドから打ち返してくる。というのはあのチャンピオンのパンチが軽いんで、打たれても打たれています。したがって最後の実況が入っていると、今ちょっとバックハンド気味だったですね。フィリピンの暑さとこの大国の暑さなんですけどね、はい、おっと、左が当たる。いや、この前に左フック落とされてるんですよね。上から落とされながらも一緒に、もう下がって下がっていますけども、困ってるような感じ。あっと左当たります。当たるんですけれども、グイグイ出てきます。自信を持ちましたか。第5ラウンド右当てます。左入れ替わりました。さあ今度はチャンピオン構成を取ります。ん、初挑戦であります。一方のチャッチャイは5度目の防衛戦。左当てます。チャンピオン、ここでゴングです。あの入っていきながら右回りでしたけど、右、ああ、チャンピオンが自ら早めに攻撃をしていきます。初戦は有利はチャッチャイに勝ってる。挑戦者か。また前に前に出てきましたね。21歳とも19歳とも言われていますマニー・パッキャオ、その魅力でもありましょう。チャッチャイを手こずらせています。正直者のトレーナーですね。遊びにストレート、はい、そういうことは試合前は何とというふうに思って、いやだけどトレーナーがそれを言うことはそのあってはならないですけどね。おお、左ストレート、豪快、強引です。1秒ぐらいの感じがしますね。第7ラウンド、浜さん、うまくかわしながらカウンターでも、ラスト、おお、左ストレート、もう1回左を持っていきたい、マニー・パッキャオの試合。まあ、パッキャオの試合、いろいろ追い込んで、ね、いつかその強いパンチで仕留める。コーナーに追い詰まりました。ボディブロー出ていこうとするんで、ね、回り込んだ方がいいですね。抜けていきました。さあ、この辺でテクニックを発揮するか。でこのリングの中央になりますと、すごい打ち合い、おーと右、非常に激しい打ち合いが展開されています。左か右、しかし打ち合いというよりもパッキャオはグイグイになっています。チャッチャイは出花を当てていきます。ボディブロー左か右です。右のストレート、チャンピオンの第8ラウンドです。左か右、そのボディブローか、左、これが5度目の防衛戦です。ボディブロー来ていきます。チャッチャイ左のストレート、おっと交代します。あの当たり方浅かったですよね。そうですか。2回ボディブロー随分押されてますよ。左のストレート、ダウン、ロープに釘付けになりました。立ち上がれるか、立ち上がれるか、ダメです。ダッチボーイジム5度目の防衛ならず。そんな間際のパンチでありました。マニー・パッキャオ、新しいチャンピオンになっています。